ランランバスランランバスランランバスは愛知県東海市が運営し、千下乗り愛東海管理所に運行委託しているコミュニティバス。2002年秋から試験運行を行い、2004年4月1日からランランバスの愛称で正式運行を開始し、市内の公共施設や駅、団地などを結ぶ。運賃は大人は100円、小学生以下、障害者は無料。 回数券は12枚綴りで1000円、定期券は販売されていない。車両に IC カードリーダーが設置されていないため、マニカ遠いかなどの IC カードは一切利用できない。当初は、循環路線1系統で、それぞれ逆向きに走る、A 循環と B 循環として運行していた。80箇所を超えるバス停によって南から北まで、東海市内全域を細かくカバーしており、 市内に存在する名鉄の大半の駅を経由するルートであった。主な経由地は、名和駅前、幸せ村、東海市役所、東海市民病院、鍵屋デイサービスセンターなど。2012年3月20日から、大高和駅を拠点として、北、中、南の3ルートに循環に再編して運行している。なお、これに伴い1972年から、 運行されていた補助路線バスは廃止された。ルート再編によって乗り継ぎが必要になったところがあるものの、乗り継ぎ券は1回まで無料である。大田川駅前には全系統が停車し、また北ルート、南ルート間の乗り継ぎがスムーズになるようダイヤが組まれている。名鉄線とは、八万日田駅を除いて、市内全駅で乗り換えが可能である。 その他のバス路線とは、大田川駅前、尾張横須賀駅前などで、大府市方面の千田バス路線、西地田総合病院、南鍵谷駅西などで、千田市、あいあいバス、千北平和公園前邸で大福、大府市、ふれあいバスと乗り換えが可能である。試験運行では、千田乗り合いの中型路線バスを使用していたが、 正式運行が決定すると専用車として7メートルクラスのノンステップバスが4台用意された。その後、中ルートが運行開始すると9メートル級の中型ノンステップバスが2台追加された。その後、2015年5月のダイヤ改正からは北ルートと南ルート用の各2台が日のポンチョに置き換えられた。それぞれの車両には 東海市にちなんだ人物やものをモチーフとしたキャラクターを描いたラッピングが施されている。なお、検査等で専用車両が使えないときは、下乗り合いの一般路線車にランランバスのマスクをつけて運行される。ありがとうございます。